ナルフ・バーテルスは、ドイツの陸上競技選手、専門は、砲丸投げ。アテネオリンピック男子砲丸投げドイツ代表。身長186センチメートル、体重125キログラム。メクレンブルクイコールフォアポンメルン州、シュターベンハーゲン出身。ドイツ選手権2002-2006年、およびドイツ室内選手権2003、2004、2006、2009年の、 優勝者である。2004年アテネオリンピックでは2 0ル2 6の記録で8位入賞の成績を残し、2005年世界陸上競技選手権ヘルシンキ大会では2 0ル9 9の記録で3位に入った。2006年イエーテボリで開催されたヨーロッパ陸上競技選手権ではアンドレイ・ミフネービッチを2トル抑える2 1ル1 3の記録で優勝。 ヨーロッパチャンピオンに輝いた。また2002年の同選手権では3位に入っている。2007年世界陸上競技選手権、大阪大会で7位となった後、2008年の北京オリンピックでは代表に選ばれるも危険2009年世界陸上競技選手権、ベルリン大会では21立方メートル7の記録で、クリスチャン・カントウェル、トマッシュ・マエフスキに次ぐ3位に入賞した。 2010年ドーハで開催された世界室内陸上競技選手権でも3位となったが、後にアンドレイ・ミフネビッチのドーピング違反が発覚し、繰り上げデニーとなった2009年世界陸上競技選手権にて、ありがとうございます。